23歳のあやりんこと菊池彩香です。シンディがとっても優しかった瞬間とちょっぴりだけ怖かった瞬間を教えてください。これ言っちゃいますか。たまにお菓子とかくれるんですよ、うん、ハロウィンとかでも、うん、そのチーム B のみんなにお菓子をくれたりしたりしてすごい優しいし、接し方がすごく優しくて、もう自分の親みたいに感じで、お母さんみたいに優しく接してくれる。そうなんです。で、怖い時はなんか前に飲み物を置いてて、メイクのところに、それでこぼれちゃって汚しちゃったんですよ、うん、そしたらシンディにちょっとみたいな感じで怒られたのがちょっと怖かった、うん、ちょっと怖かった、気をつけなさいみたいな。でもそれでなんか愛を感じました。しつけだな。本当にお母さん、はい、いつも応援してくれる皆さんありがとうございます。これからももっと成長できるように頑張りますので応援よろしくお願いします。バイバーイ。